サニアー・マルホートラはインドのボリウッドで活動する女優。ダンガルキット、強くなるで女優デビューした。デリー出身でコンテンポラリー、ダンスとバレエの経験がある。サニアー・マルホートラ・サニアーはダンスリアリティ番組ダンス・インディア・ダンスに出演してトップ100入りを果たした。ムンバイに移住後はテレビ番組のオーディションに参加しつつ、 テレビコマーシャルのアシスタントカメラマンとして働いた。広告業界で働く中で、キャスティング監督の無形チャブラからオーディションに呼ばれ、ファーティマー・サナー・シャイクと共に2016年公開のダンガル・キット、強くなるのをオーディションに参加する。同作は、アマチュアレスリング選手のマハビル・シン・フォーガットと彼の娘であるフォーガット姉妹を題材にした電気映画だが、彼女は、 アマチュアレスリングの知識がなかったため、役作りのために、レスリングに関するビデオを鑑賞して、レスラーの動き方、歩き方、ボディランゲージを学んだ。二人は、似てィワーリーとアーミルカーンとの5回のオーディションで、フィジカルトレーニングとワークショップを受け、元レスラーのクリパー、シャンカル・パテル・ビシュノイから指導を受けた。同作は、工業的な成功を収め、2017年のインド、 映画興行成績第1位となった。アヌパマ・チョープラーは、サニアが物語に力強いサポートを提供したと批評している。同年には、アーミル・カーンがプロデュースした、シークレット・スーパースターの楽曲、セクシー・ボリー・イエーの振り付けを担当している。2018年に、ビシャール・バルドワジのパタカに出演し、ラーディカー・マダンと共演した。同作は、 チャラン・シンパティックの短編小説、ルー・ビナンを原作とし、仲違いするラージャスターン州の姉妹を描いている。二人は、役作りのため、ラージャスターン州、ジャイプル近郊のロンシ村に滞在して、現地語や風俗を学び、役作りのために体重を 10kg 増量している。サニアの演技について、ラジャセンは、異常なほどの熱意で役を演じている。 大胆不的な女優に見えると批評している。同年には中年女性の妊娠問題を題材にしたベデイホに出演し、アーユ・シュマーン・クラーナーと共演している。同作は工業的な成功を収め、批評家からも高い評価を得ている。2019年にリテイ・シュバトラのフォトグラフでナワーズ・ティーン・シティ・キーと共演し、同作はサンダンス映画サイト、 第69回ベルリン国際映画祭で上映された。ハリウッドリポーターはブレイクアウトタレント特集でサニアーを紹介し、フィルムコンパニオンのラーフルデッサイも彼女の演技を称賛している。サニアーは同作の演技を評価され、フィルムフェア賞費評価選出最優秀主演女優賞にノミネートされている。ありがとうございます。